はいどうも皆さん、キャシーと申します。本日はコードディの H というホラーゲームを遊んでいきたいと思います。見た感じからお分かりいただける通り、ちょっと古いような感じになってますけども、まあこういう、まあ、わざと初代プレイステーション風に、作ってあるホラーゲームということで、恐竜が襲ってくるのかな。なので、昔のゲームで言うとディノクライシスかなとか、あそこら辺をちょっと意識したようなゲームになっているっぽいです。ということで早速やっていきましょう。ニューゲーム。またこれ翻訳載せておくんですけども、これあれかな、サイトに載ってたやつと一緒かな。私たちは残り3人だけです。エドワード、ジョゼと主人公と。で、乗組員の宿舎にバリケードを張ってから5日が経ってるよと。で、今食べ物とか薬っていうのはもうすでに使い果たしちゃってますねと。で、ジョゼ、仲間のうちのジョゼっていうのが怪我をして、なんか感染してる？感染してるっていうのは、なんだろう、その怪我してるから、可能してるとかそういうことなのかな？ウイルスっていうことではないと思うんだけど、っていう状態ですと。で、どんどん悪化してますと。で、主人公は世話をしようとしたんだけども、すごい熱がすごくて、何時間も彼、その怪我しているジョゼは叫んでいたと。で、仲間のもう一人のエドワードが彼の世話をしていると。でその間私は、まあ、少し休む必要がありますねと。で悲鳴はついに止まった、私は疲れている。 K っていうのがじゃあ主人公なのかな、はいっていう状態ですと。ちょっと何があったかっていうのはちょっと、おお、あ、確かに初代っぽい。初代っぽいっていうか、初代バイオっぽいね。でもなんだろうこれ。回転するとき、このカクカク止まるのは何なんだろう。カクついてるわけじゃないよな。他はヌーヌル動いてるもんね。ちょっと操作しづらい。初代バイオ以上に操作しづらいぞ。で、これが、怪我してるジョゼか。はいはい。なんとかしないと、なんか、今夜中に死んじゃうって言ってんのかな。で、エドワードが、まあ、見てくれて、助けてくれてるよと。うん。これ、なんだっけ？恐竜って意味だっけ？恐竜から、なんか隠れなきゃ、みたいなことが書いてあるのかな。ちょっと翻訳がないと、自信がないですけども。で、これで走るんだな。はいはいはい、すべての薬使っちゃったよって言ってんのね。どういう状況でこうなったのかっていうのが分かんないんだよね。そのサイトのところにも書いてなかったんで、さっきのオープニングのやつがサイトにそのまま書いてあった感じだったんで、まあ、とにかくその恐竜に襲われて、ああ、なるほど。メインエントランスからのみ逃げることができるよと。あ、そっかそっか。これがバリケードか。これがバリケードなのかな？うん。どうしてこうなったのかっていうのがね、書いてないんですけど、まあ、とりあえず恐竜に襲われて、立てこもってるっていう状態。で、一人が怪我してて、なんとかしなきゃ、みたいな状態なのかな？割れとるやん。何も見えねえぜ、と。で、外は吹雪いてるよって。はんはんはん。だ雪の中なんだ。恐竜ってそんなさ、寒い中でも活動できんの？よく知らないんだけどさ。こんなとこで活動できるんかいな。ここが出口と。ああ、で、その前に、電源を復旧しないといけないと。ジェネレーターをチェックしに行こうと。おー、ほんほんほん。まずはじゃあジェネレーターでここの電源を復旧させなきゃいけないよと。と分岐があるな。分岐ってほどでもねえな。なんだ？なんかのストックがあるって言ってる？エドっていうのはエドワードのことだよね。うん、まあちょっとよくわかんないですが。とりあえずここは違うんだな。
で、こっち行ける。うん、なんかすごい、のっぺりした顔してますね。で、こっちもなんかあるけど、ワークショップ。閉まってるぜ、と。ああ。エドが鍵持ってるって?ふんふん。彼は遠くに行ってないから探せと。なるほど。これ全部一緒か。うわお!びっくりした!え、これエド?ダン!あ、違うわ。あ、エドワードか。サンクかって。これ自殺しちゃったってことだよね。だって敵は、その、恐竜みたいなやつが敵なんだもんね。鍵、もう手に入れたんかな?なんかお腹のあたりに光ってたやつなくなってるから、一応鍵はもう入手したってことでいいのかな?ちょっとわかりづらいけど。ちょっとアングルが。で?これがジェネレーターか。燃料が必要。ほんほんほん。燃料持ってこないといかんのと。で、燃料がこっちにあんのかな?はい。はい、開いた開いた。ん?なんか光ったな。あ、これが燃料だ。はいはいはい。で、これで復旧させられるよと。他には特にないかな?食べ物はねえよと。なさそうかな?なさそうですね。じゃあ行こうか。じゃあこっち行って、動きづらいな、本当に。OK。はい、じゃあこれで動きましたと。じゃあこれで出口から出れるんだよね。で、これで、ここから出れるようになるんだよね。あ、いたいた。はい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 。ラボに戻らないといけない。ラボ?ん?これを辿ってけばいいってこと?ああ、これを目印に行けってことか。ちょっと待って、行っちゃっていいの?その、怪我を負ってるさ。なんだっけ、ジョゼだっけ?ジョゼの様子見に行かなくてん?先に道を確保してからってこと?大丈夫か?ああ、連れてくことはできないよって言ってんのか。うん、なんかもう本当に危うい感じになってんな。だから見捨てるってこと?まあ先に行って仲間をってことなのかな。まあでも行くしかないですね。確かに。連れてくほどの余力はないんだろうから。こっちか。だからこれ辿ってきゃいいんだよね。こっち行って、向こうになんかあるな。何の音?そろそろ出てくるかな?なんだ?あ、入れた。これでいいのか。じゃあ、新しい場所に来た。あ、それ足か!下に折ってんの。足が折ってるってこと?とりあえず、なんか、片足折ってますが。また分岐してんな。ちょっと待って、これ、血じゃね?って大丈夫か?おっと、なんか上、チロって。ガーズ、スケジュール?
あ、なんか情報か。あ、なんか死んでる。トミー。はい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 。だ、この足を。なんか声聞こえるけど。こうやって拾うってこと？違うのか。別になんかするわけではないのかな？だからさっきの人の足がこの足だよね。右足ないもんね。なんかそれを持ってってあげないといけないのかなと思ったんだけど、そういうわけじゃないのか。で、なんかね、歩いてる音が聞こえるんだよな。いるのかな、もう。うん。まあいいや、ここら辺は、後で翻訳して載せておきます。これ調べたら何もないな。あ、なんか遠くでカチャンカチャン落としたような気がしたんだけど。なんか聞こえるんだよな。足音が。ちょっと待って。これも一緒かな？あ、天気悪いよと。あ、急がないとね。あ、ちょっと待って。ここにもなんか死体っぽいのが。うわ、上半身だけだ。半分、うん、そうだね。見つけないといけない。あ、こっちにも？あ、もうそこら中で来たね。あ、あ、あ、やっとお敵さんのお出ましですね。で、彼女、あ、これ、こいつも足ないのか。これ普通に歩いて大丈夫な。あいつのサーチ能力は、ちょっと今しゃがんでるんだけど大丈夫かな。大丈夫？周回してるだけかな？違う違う違う、俺そっち行きたいんじゃないよ。どっちに行けばいいんだ？あー、そこにも遺体がある。てかみんなさ、同じ片側の足がなくなってんだな。え、見つかった？あ、見つかったわ。ちょ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 、危ない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 。逃げまーす、逃げまーす。ちょ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 、痛い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 。ちょっとね、走りづらいのよ。痛い、お腹痛い。あ、見失ったもん。ダメージ戦なんだ。一回攻撃食らったら終わりってわけじゃないのか。これ一応隠れられてるのか。操作性の悪さよ。とりあえず、左側に、ドアっぽいのがあるから、ここに行こう。オッケー。で、から。ここで何かを探さないといけない。そもそもここに何をしに来たんだ？ここは研究所みたいなことを言ってたよね。メディスンロッカー。あ、でも空。これ4つ全部別なのかな？あー、でもないな。あー、何もないな。じゃあこっち行こうか。あら、
外に出ちゃったけど、ちょっと待って、あ、もうなんかやっぱり傷を負ってる状態なんだもん。これさ、こっちに普通に来ちゃったけどさ、右側の方にもなんかあるんかな、ちょっと調べたいよね。今なんか外出れたっぽいけど、もう絶対これバレるでしょ。あ、やっぱり向こうなんかあるな。オッケーオッケー。こっちは？ああ、明かりつけないとダメなのね。ここじゃないのか。特に何もなさそうかな。だってやつがどこにいるかわかんねえからさ。とりあえず大丈夫か。こっちはなんだ。これは何でもないのか。ん、なんか奥にもなんかいるか。ここはなんだ。結構広いな。あ、なんか折ってる。あ、なんか誰か死んどる。ボルトカッター。ボルトカッター手に入れた。これでなんかどっか開けるのか？この先はいけないな。なんか開けるような感じに見えたけど、そういうわけでもないのか。とりあえずボルトカッターは手に入れて、おっと、こっちに来とるやん。待って待って待って、大丈夫かこれで。いや、ダメじゃない。見つかった？ああ、大丈夫だわ。バカだわ、あいつ。全然バカでしたね。とりあえず、他に行くところはないよね。ここは、見たっけ？これ見てないな。はいはいはい。オフィス。はいはいはい。で、これでボルトカッターかな？で、入れたと。お、なんか、誰か死んでる。キャプテン！あ、しかも女性なのか？え、女性に見えなくない？あ、トラックのキー。はいはいはい。これで、うん。なるほど。これでこっから脱出できるぞって言ってんのか。で、だ、これで、外があったから、外に行けば、トラックがあんのかな、どっかに。オッケーオッケー。だ、目的はこのトラックの鍵を手に入れることだったと。じゃあ、あとは、あの、外に行けばいいっていうことだよね。いや、見えねえ。あ、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 ちょっと待って。あ、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 終わったんじゃない？あれ、なんか去っていった。ちょ、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 うわーお。死ぬ、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 死ぬ。あー、あと一回で死にそう。いやー、もう間に合う。これ無理じゃない？あ、死んだわ。なんてこった。これどっから始まるんだろう。ん？あ、ここに入ってきたところ？
え、これ最初じゃないじゃん。これ行くと、あー、やっぱりこのイベントが始まるから、まだボルトカッターとかも手に入れてない状態か。なるほどね。まあでももう行く方向は分かってるからね。でもこれ右側ってまだ見てないよね。一旦右側見てみるか。何もないのかもしれないけど。うん、ここ見てないね。ああ、ジェネレーター死んでるよと。とりあえず、ここはもう壊されてるから、ダメよって書いてあるだけか。オッケーオッケー。今、どこにいる？危険？あったあった。おう、よく見ると確かにボルトカッターだね。で、ボルトカッター手に入れて、はい、壊して入る。で、キャプテンからトラックの鍵もらいます。で、あとは外に出るだけ。どこにいるんだ？オッケーオッケーオッケー。やつはどう動く？ここずっとぐるぐる回るのかな？ぐるぐる回りそうだね。じゃあ反対側に来たタイミングで、向こうに走っていこう。OK。じゃあ向こうに走り抜けちゃって、で、こっちだよね。ここから、外に出ますと。で、トラックってあれか！あの奥にあるやつかな？2体いる？ちょ待って、いろいろ行きたいな。でもゴールはあのトラックなんだろうけど、いやでも他には行けないのかな。ダッシュで行っちゃう。これダッシュで、あー、これでいいのかな。でも調べて、あ、合ってるっぽい。あ、脱出しました。OK。じゃあ、これで、これクリアなのかな？ああ、一人だけでね、脱出しちゃったと。はい。これもね、後で、翻訳載せておこうかなと思います。終わりですね。はい。ということで、まあ、こんな感じで、敵はね、倒せないみたいですね。基本的に逃げることしかできなくて、エンディングはどうなんだろう。多分1個しかないと思うんですけどね。他に行くところもないですし、仲間も結局連れていけないみたいなこと書いてあったと思うんで、まあ、主人公だけここから脱出して、終わりっていう。まあ、そんな感じなのかな。このゲームの一番の敵は操作性の悪さですね。まあ昔のね、そのバイオハザードとかも確かに操作性悪かったんですけど、なんかそれ以上になんかだいぶ動きづらかったような気がしますけども。うん。それがなければなんかスッとクリアできそうな難易度でしたけどね。はい。ということで、本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。